先週さ、今日いるって言ってたから、行こうかって話になって、もう、ついさっきまで来ちゃったんだよね。何ハマってんの？いや、もうみんなほら終わっちゃったから、うん、何やってた最近？最近、新アニメ何やってた？あれ見てるの？地獄の宝石様、地獄のなんちゃらってやつ。そうそうそう。え？あれどんな内容？どんな内容なんですか？だからいろんな地獄があって、それをだから、あの宝石っていうあの鬼が、まあ、一応なんかこう、閻魔大王の補佐官で管理してて、まあ、そこで起こるのが楽しい事件が起こるみたいな。閻魔大王で、まあ、なんか地獄の紹介みたいな。地獄の紹介って、なんか、地獄のなんかめっちゃ、めっちゃ強いなんか、天国に招待しなきゃいけないのに、自分で紹介するって、それって、魂自体が無になるみたいな感じじゃないですか、なんか、地獄になるってこと、地獄に行くってことは、地獄への招待って、なんか、もう、なんか存在自体がこう無になるっていう感じないですか、なんか。すげえ、なんかなんちゅうタイトルやって思ったんだから、結構面白い。結局あれ最後どうなるの？いや、わかんないです。まだやってる最中。今どうならないです。
今どんな感じ？はい、今どんな感じやろ。一話一話読み切りなんで、すべて続いてないんだよ。続いてないの、はい、一応一回聞いたらサザエさんみたいに一回一回話が全部違うんで、まあ多分あの漫画でも単行本でも出てるんで、あの地獄界のなんとかってやつ、ちょっとマジか、なんか、あの、シグラシのなすコロニーは、あの、シグラシの鳴くコロニーは、ちょっと、あの、明るくした感じ？なんか、シグラシの鳴くコロニーが、なんか、もうめっちゃ超ネガティブだとしたら、まあ、全然明るいっすよ、ちょっと、コミカル漫画なんで、普通に。4コマ4コマ4コマじゃないです、コミカル漫画、コミカル、コミカル、コミカルの漫画、コミカル、コミカルなんですか、ねえ、コミカルです、それがアニメでやってたら、そうそうそう、深夜、深夜、深夜アニメです、いやちょっと気になる、見てみます、あとで動画でも探しとこう、じゃあそろそろ知りますよ、もうめっちゃコミカル、なんかめちゃめちゃ面白い、地獄なのにめっちゃコミカルって、はい、どうぞ、おめでとうございます、いやありがとうございました、いや